がとう。楽しかった。だな。さっきと3人で遊ぶのも定番になってきたな。なんなら私らのデート回数より多くない？確かに。2人でラブラブしたいよ。タクヤがさっきも誘ってやれって言うくせに。まあ、3人は3人なりに楽しいし、いいじゃん。まあそうだね。でもさ、さっきまたなって言ったばっかだけど、寂しいわ。もう一回言っていい？ダメダメ。明日から出張取材でしょ。ちゃんと準備しなさい。はーい。新しい雑誌の件でまた忙しくなるな。頑張りすぎないようにね。出張から帰ってきたら、今度はサキと3人でユニバでも行くか。それいいね。賛成。サキともすっかり仲良したね。寄り道せずに駅まで送って帰りなよ。お任せください。たまには2人でもデートしようね。かわいいやつだな。好き、大好き。じゃあ帰ったら連絡する。数時間後。帰った？ごめんごめん、連絡するの忘れてた。もう帰ってるよ。サキが忘れ物しててもう一回家来てる。ああ、そうなの。サキのことだからカバン丸ごと忘れたりしてな。笑えないけど。ん？サキが携帯忘れてて。何これ。好きだ、早く別れてサキと二人がいいって何言っちゃってるの。ああ、タイミング悪いな。いや、どういう意味。ちょっとした悪ふざけって感じだって。出張って嘘ついてあるから、二人で温泉デート行ける。これも本気じゃない。そういうノリってあるじゃん。まだ帰ってないのかな。今から俺ん家来るって。私にも同じようなこと言ってたよね。ほんと意味わかんない。ノリだって。便利な言葉だね、ノリって。遊ぼって言ったらサキも呼ぼっていうのって、そういうこと。私じゃなくてサキの方がいいの。そんなのお前に決まってる。愛してるよ。ねえ、それ見てサキが横で泣いてるけど。まだ二人でいるのかよ。さすがにこれ見てそのまま返さないでしょ。正直に話してもらった。仲良くなりだした頃からって言ってるけど、ほんと最悪。それはサキの勘違いだって。俺はそんなつもりない。愛してるよって私にも言ってくれたのにって泣いてるけど、なんであえて親友のサキなの。だから全部ノリだって。お決まりは3人で遊んだ後、私には駅まで送るって言って2人でタクヤんち。騙されてたんだ。どこまで話してんだよサキは。どうせ私にもそのお得意の乗り対応でしょ。待てよ、違うって。お前が本命。もう3人で遊ぶのもやめよう。やめようってバカなの。もう遊べるわけないじゃん。もうタクヤとも会わない。せっかくお前を選んだのにさ、なんなのそれ。俺がさっきとくっついたらどうすんだよ。選んだって何様。好きにして。タクヤはもういらないけど、親友まで奪っといてほんと最悪。後で泣きすがっても知らないからな。それはどっちかな。女に恨まれると怖いよ。何する気だよ。応援だよ応援。それじゃお仕事頑張ってね。その後、一連の LINE 画像も一緒に新刊ネタ提供としてタクヤの会社に送りつけてやった。雑誌に載ることはなかったが、会社で彼は白い目で見られ、会社すら辞めたそうだ。横で会話を一緒に見ていたサキはというと、その後すぐに別れたから付き合おうと言われたそうだが、案の定あんなクズ男は振ってやったみたい。同じ屈辱を受けた私とサキは、あの過去がなかったかのようにたまにあの時の話をしては血迷ってたなーって二人で笑い合っている。ハッピーエンド。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画の評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。あなたのグッド評価が今後の励みになります。
また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。